なんで自民党などの与党の政策がダメなのか。保育所の整備じゃダメなんです。育児休暇を取りやすくじゃあダメなんです。2010年に民主党が推し進めていた教育の無償化が最も必要なんです。専門の山田昌弘先生に伺います。そうですね。やっぱり結婚す、中のインタビューされた人も言ってますけど、言ってましたけども、結婚するっていうのは子供を産むっていうのとかなりセットで考える人は日本では多いわけです。うんうん、そして子供が生まれた時に、その子供が、大きくなった時に、大学行きたいとか専門学校行きたいって言った時に、お金払ってあげられるよっていうふうに言ってあげたいんですよね。子供に辛い思いをさせたくないが、ゆえに子供の数を控えるわけですから、いやもう何に育てても、もし行きたかったら好きに行っていいよっていうふうに思えれば、うん、2人3人っていう人増えるんじゃないでしょうかね、特に高校だ。そこで私もいろいろ提言も言ってるんですけれども、今後大学の費用を無償化するんではなくって、奨学金の返済をどういう形であれ、軽減できないかっていうふうに出るんですね。まあ奨学金、私もインタビューの中で、付き合ってるんだけども2人とも奨学金の返済をしてるのでなかなか結婚できないという人たちも、何人もいましたので、そういう意味で奨学今の大学の費用も無償化もちろんですけども、もう大学を出た人の奨学金という名の借金の軽減というのもぜひ入れてほしかったですね。Thank you.